京都の新玄寺、後ろにご陣がされますのが、金郊弁財天様。はい、でございます。京都の宇治ですね。南の方なんですけど、はい、鞍馬が北の方で。なるほど。ここは結構僕、隣の常陽っていうとこ出身で。うん。はい。どっちかと地元に近いんですよね。なるほど。はい、ご住職と。ご住職と同じ年で。たまたま同い年で。はい。つ ご近所。みたいなね。ええはい、<laughs> あのあ学校の区域が違ったんですよね。ええ、そんな、えぇ、え、はい、サナト・クマーと約束で。はい。ね。すっかりおなじみな、えぇ、ー、今日は山本サトシさん。はい。はい、通称、ゆるテング。ゆるテング、サトシと言われてます。最近 YouTube も始められて。そうなんですよ。ね、あのー、 まだね、今です。三本上げたとこなんですけど、ね。ああ、なるほど。まあ、ど素人ですね。はい。いやいやいやまあ僕も素人ですけどね。のすにいろいろお世話になってて、はい、ね、YouTube にいろいろちょっとね、出させてもらったりしてるんですけど、はい、常日頃、何ですかいつもこうね、豊かやのー、言って幸せやのー、言って言ってるから、うんはい ちゃんとね、魅力さんと語りたいなと思って、<laughs> <laughs> あの、最初の YouTube のゲストとしても、ね、ちょっと出ていただきたいなっていうことで、はい、この時間を設けさせてもらいました。はい。ありがとうございますだ。一緒にね、あの、動画撮らせてもらって、一応前半は僕の魅力マインドで、えっ、ー、と、送りさせていただいて、で、ちょっとあの、革新の部分、核心の部分で、今、倉間山とかね、はい、いろんなあの、137度線とか135度線とか、 やっぱり24年、25年に向けていろんな動きがあって、その辺のもう最新情報を掴んでるのが彼ですから。はい。その辺も、えー、後半の山本聡のゆるてんぐチャンネル。そう、ゆるてんぐチャンネル。ゆるてんぐチャンネル。はい、あのゆるてんぐチャンネル。<laughs> はい。続編をお届けさせていただきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。リンクはあの概要欄の方に。 はい。帰ってきますんで。はい。ありがとうございます。はい。はい、ねえ。リクさんと出会ってどのぐらいですか、今。ちょうど1年ちょっと。1> ちょうどだから引っ越しをしてこられて、関西に。そうそうそう。えっ、ー、と、2月だから、えー、ほに1年ちょっとはい。うん。もうあっという間。そう、1年ちょっとですね。あっという間だったけど、もう、この1年間のあのー、<laughs> 濃い濃い奇跡の連続ったらもう、<laughs> もう今日もだって奇跡って言えば奇跡だし。ほんまですよね。ほんあの、 お寺の本堂でね、二人の収録していいですよってね、<laughs> ね<え>心よく。住職じゃないのに、はい、住職さんからどうぞご自由にみたいなね。いねありがたい。本当にこれも奇跡ですよ。しかも前回もね、うん、あの、ちょっと撮影させていただいたときに、 <laughs> あの、ご住職のね、うん、あの、お勧めされているところを撮らせていただいて、はい、もうやっぱり神様の光がピュン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 、あの、んでいただいててね、今日も多分すごいと思うんですけど、はい、はあ。だん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 、こう、今まで見えなかったものが、うん、本当にあの、見えるね、世界になってきて、見えなかったものが見えるようになってきたっていうことは、結局、 認識してるわけですよ。脳で,、ね no、でね。でねはい。ね、で、ことはもう潜在意識、純粋意識とかもビルドアップされてって、ーバージョンアップもみんな確実に今してってで、やっぱりあの、物の捉え方とか事象が一つ起こった時に、やっぱりその見えない世界に守られてるっていう、あの、意識を持ってる人と、うそういうの全然わかんないよね。たら、 ただ、凹むだけ。そうですよね。うん。ただ、嫌なことがあって、ただ単に凹むだけの人と、見えない世界のことがちゃんと分かってて、その中で生かされてるって、そこに気づいてる人っていうのは、これって絶対意味あるよね。そうですね。うん。これってどんな意味があるんだろうって。うん。これ悪いことは今あったけど、これを自分で悪いことと捉えるか、必要なことと捉えるかっていうのも自分自身の中だし。 っていう見方がまるっっきり変わってい,っしょいやもうまるっきり変わってだから何かあったら、うん、これどういう意味なんやろう、うん、あ多分もういい方にしかいかないんだから、うん、あこういう意味でこれは必要なかったんやみたいな考え方。 でいいふうにしかならないのは分かってるんだけどなんかこう人って「やれ大地震がどうのこうの噴火がどうのこうの」とかもうそういうところにばっかり意識がいってなのも全部その意識のまんまにしかならないからそういうふうに引っ張られた人っていうのはそれが目の前に自傷化してあられるんですよね。ですね。で一人一人がもう超多元世界でもう もう本当にコンマ何秒でピョン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 って飛んでるって僕は思ってるから。だからやっぱりこっちでそういう恐怖に支配されてる人は見る現実と僕らが見る現実と違うんですよね。そう。だからね、なんかもうね、笑っていきたいなと思ってるから笑えることばっかり起こされるんですよね。起き続けてましたもんね。ああ、もうね。おかしくておかしくて。スマホが喋り出すますからね。そうそう。ね。今回のあの、 えと顔出しする下林に行く前に顔出しねそ。そうなんですよ。こうやってねルクさんが顔出し今までね、はい、ずっとされてなかったのに顔出しを第一弾のこれね<う> YouTube 撮らせてもらうなんて、ね、もう奇跡でねもうありがたい話なんですけど、えー、まだちょっとその顔出しされてるかどうかなんか時々出てはるの分かってて。はいで 出られていいのかなって迷いながら、この前ね。あの、岩手県で、早池神社で。あの、魅力さんって顔を出し、取ったあかんよねみたいな言ったら。和子ちゃんのスマホが。いや、全然問題ないですって。しゃべ。地理がね。地理じゃないですよ。違うの。地理じゃないもんね。だって、地理を、地の電源を入れてないから。スマホが喋ったんですよね。そう。ね。問題ございませんって言って。で、和子ちゃんと顔を合わせて。 今喋ったよね、みんな。うん、っていうふうに、笑えることを起こしてくれるね。はい、ねびっくりそう思う。僕にとっちゃもう、いや、どうしようかなって、まだ迷ってたから。<laughs> ね、もうそれで確定、ううもう出しなさいなんですよね。そう,そうそう。だから、ね、対談もまあ。うん やろか。<laughs> 今回ね。<laughs> だから、それをね、<laughs> 結局ね、うん、そんなことありえない。うん、そんなことをね、携帯がそのタイミングでね、顔出しして大丈夫かなって問題ございませんっていうことはありえない。<laughs> そんなのだって信じる方がちょっとこれだよ。<laughs> 頭おかしい。って思うのが普通。<laughs> うん、普通。その、そう思う方の方が正解です。 でも僕らは頭おかしいから、<laughs> そういうね、<laughs> ことはもう数知らず、毎日のように起こってるから。毎日のように起こってますもんね。そう。ありえない、なんですか、うん、動画を撮っててね。はいはい、撮りを撮っててね。うん あの、なんかヘルメットの。そうそう,そうバイクが一瞬移ったりあれ新潟のね。ね。そう。ね、あれもう本当に他事元から来てるなぁ。さあ、だから行き来してるや、してるってことなんですよね。だからその境目がこう、なんか行き来しやすくなってるのかな、うん、と思うんですよね,ね。だから僕らの波動がみんな、あの車の中乗ってる人たち新潟行った人たちね。はい。あの火の鳥の、あのホトクイもね。<laughs> だからみんな頭おかしいから。<laughs> <laughs> いや、一般の人から見ればね。<laughs> うん、普通の人から見れば。鳥が飛んでて、そこをなんか5倍そこぐらいで鳥がピュンっていってるのが後で分かって。<laughs> うん、で、その後にね。 なんかバイク乗ったはる人が映って、<う>で消えたはるからね。うん、ね消えて、一瞬だけ。ねうん、で、鳥、こんな急に消えたんですけど、って僕見せてもらって、<laughs> いや、鳥じゃなくて、これ一瞬だけ映ってんの、これ何 <laughs> 本当に、あの、駒で言ったらもう一駒、二駒、三駒ぐらいしか映ってなくて、僕はすぐわかって。うも,もう、あの、何だかけ、駒送りで見てい、一駒だけなんですよ。うんうん、で、消えるわけがないっていうね。うん、ねそういうことが起きてきてるぐらい、うもう見えない世界と、 なんかこの世界がね、もう一体化してるやんなと思ってて。ね。本当にどん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 ね。あの、いろんなことが変わり始めてて、その周りに不思議なことをたくさんたくさん起きてるんだけど、結局僕らは、あの、そう、わかんない人だったらそういう現象が起きたら、あの、ジンバル持ってて、ブーっていきなり震え出して、それもしょっちゅう、それ昔から見てくれてる人はわかるけど、あれ、怖い、怖い、怖い、になるんだけど、僕らにしても楽しいことしかないから、そう。 なって、言ったってほら、あのー、宇宙はもう78、78%は、放出のエネルギー、理他のエネルギー、愛のエネルギーで構成されてて、うんはい、僕らは宇宙の中に、ね、いるわけだから、うん、宇宙の中の地球、地球の中の日本っていうことに、ところにね、間違いなくいるわけだから、うん、だから本来は、ね、大いなる愛に満たされてる世界の中にいるわけですよ。はいうん、だからその愛の世界の中での、笑い 気付きねっそれをいつもね表現すると「豊かやの幸せやのっていうのに凝縮されんやけどねまあそこしかアップされてないと頭おかしいはいっていうねおもちゃがウルトラソウウウエイお寺の方がちょっと静かにね。 ねいやこの前魅力さんが話されてたハヤシネ神社で話されてたアンカーの話がすごくよくって、本当に99%の見えない世界の中の1%の中のまたお金のことのこれぐらいのことでこうみんなね交差をしてるっていう話がすごい響いたんですよ。ああ、ありがとうございます。はい、うまく説明できない。そうですよね。ああ、そうそう。 あの人間の僕らの本来の欲求っていうのが、命、虫の生存だとかね、うん、あのそういう言われるんだけど、大体まい3大欲求って言われてるのが、あの食欲、性欲、睡眠欲。うん、これあの満たされてれば、本来幸せなはずなんですよね。うん、すごく豊かなはずなんだけれども、うん、それ以外のお金っていうところに、もうみんな支配されててね。うんうん もうお金がないからどうしよう。お金がないからどうしよう。うん、老後の生活どうしよう。老後の生活なんて何年後よって。うんうん、<laughs> で、あの、テレビで流れるのは、うん、老後ね、60歳以上は3000万円の貯金がなければ生きていけません。うん、3000万円かどうしよう。<laughs> じゃ生活切り詰めてあれするかって。もう全部不安になるようなことばっかり自分で探して。構造が作られてますもんね。そう。もう完全に作られてるすんほんで今、ニーサでしょ。はい、もうあの、だだ下がりも、これからもどん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 ,ん。はい って僕は思ってるから、だからニーサはね、僕は絶対やらないし、その構造の中で結局飲まれて、この新紙幣が今度発行されるでしょで、炭水預金あふり出しでしょいろんなことがもう重なり合ってるから、その中で自分が何を信じるかってことが大事なんだけど、結局あの、さっきのお金の話だけど、三大欲求のその中で、お金っていうものに支配されて、で、その生活費、家賃、 なんならあの、電気代1万円超えちゃったらどうしよう。うん、今月1万円も超えちゃってどうしよう。<laughs> もうそこにこう支配されて。そうね。どんでもいい。で<も>ね,ね <laughs> でも来月の分がほんまなかったら支配されてしまう構造なんですよね。うん、そ,うそう。ね。だからそこの中にいて、うん、多分今ね、うん、あの、その中から抜け出したいって思ってる人は、うん、たくさんいる。 うですかねでも抜け出し方がわからない生きていくのてどうすればいいのかわからないどうしたらいいのかわからないっていう要はもう足かせががっつりかかって重りがねこんな重りが多分見えない重りがついてるようなイメージなのかな。と頭の隅にねそのお金の心配っていうものがやっぱ離れなかなか離れないっていうのがね。 それってつまんないことだから、うんうん、本当はあの、お金を稼ぐ方法っていうのをまず一つ、うん、あの考えてみると、お金を稼ぐ方法って、務、うん、める。 はい、会社に行って、誰かの、はい、あの、下になって働く。うん、これだってちょっと僕は、うんって首かしげるところがあるんだけど、本来働いてもらう側と、あの、働く側と対等なんだけど、うん、もう社長様と、私は何でも社長様に言うことですけど。うん、サービス残業をやらせていただきます。うん、って首かしげるし。うん、で、他にもう一つ、自分で身を立てるっていうやり方も、うん、生き方もある。うん、で、まあよく言えば、あのー、ね、えっ、ー、と、今だったら、その、この間、えっ、ー、と、 なんだっけ無印良品無印良品とかで、あの、もう、完全に電気、水道とかも、その一つの建物で循環できるっていうね。そういう家が今度発売されるらしいんですよ。そういうところでやって、自分たちで野菜を作って、で、仲間同士物々交換してとか、野菜売って、月に2万、3万とかなって、十分生きていける。生きていけますよね。エネルギーと食と住まい。そう。 のね、ちゃんと、それが自給自足できてれば、いけるわけですからね。ね。そう。で、あとはもう、その生活を今度、SNS とかで、発信することもできるんですよ。今の世の中って。はい。そうすると、今度、いろんな形でね、広告入ってきたり、い。ろいろするでしょ。はい。だから、そこの世界に行けば、また、こう、同じ仲間が、同じ周波数の仲間が、どん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 集まってきて、みんなでゃあもっと楽しいことできるよね。はい。 神様からの一番のギフトっていうのは金運とか恋愛運とかいろいろあるけど僕はいずれにしろもうご縁以外にないと思ってるからですね最大のねプレゼントですよね本当にそう思うんですよでご縁っていうのは自分が例えば数字でわかりやすく言うと自分の魂が1.5なのに29の魂の人と周波数合いませんから 合わないんです。絶対に。だから、自分の魂が9になったら9の人とご縁が結ばれる。同調するんですよ。そう。共鳴するんですよ。そう。シンクロなんです。で、この仲間がこう、加わったことに、これは1たす1にはならないから、もっとずーっと上がってるんですね。一気に一気に。だから、僕とね、あの、さとぴーとか、ま、しんごちゃんとかもそうだけど、このみんなが出会ってさ、みんなこう、あの、 いろんなこと、楽しいことができるねって今なってて、うんうん、どん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 今上がってっていうのがわかるし、うんうん、だからそれに伴って奇跡がもうどん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 毎日起こってるんですよね。ですね。はい、この前その、えーっと、岩手に飛ぶ飛行機のところで、飛行機の、ね、窓から、ねうん、見てたらもう、そのもうビルがいっぱいあって、はい、まあそれがもうリアルにわかるじゃないですか。うん、ものののすごいい数の人がいるのに、うん なんかいつも会ってる人とか、たまたま会う人とかって一緒やなっていう。うんはい、はいはいはい。これはもうね、うん、このスモールワールドに暮らしている。<う>ものすごい数の人の中でスモールワールドで暮らしているっていうことは、うん、同じ周波数の人たちが暮らしていて、うんうん、ね。はい そう、そう、接点がないっていうことなんですよね。うん、そうもうそこのね、構造をね、こう空から見てて、ひごちゃんにそれ話してて、うん、何を言うてるんや、みたいな。<laughs> <laughs> でも僕はわかる。本当と思うです関西に引っ越してきて、はい、関西圏の人口って500人ぐらいしかいないんだろうなって、本当にそれぐらい、そう思うぐらい、毎日同じ人としか会わないんですよ。 それもたまたまあったりするんですよね。そう。ね、もう全然約束も何もしてない。<laughs> ああっ,って、ね。やっぱりそういう街の中でね、うんうん、あのーな、なんかほら、ノイズの中で、こう、自分の名前呼ばれたらすぐ聞こえるとかっていうのスキルあるでしょはい,はい。あれじゃないけれども、はい、やっぱり自分と同じ周波数の人は多分分かっちゃうんだろうね。<laughs> 分かってしまう。うん、だから、 なんかね、うん、後で聞いたら、同じ場所に同じ日に行くことが決まってたとか。うんうん、だって宮古島で、びっくりよ宮古島で僕空港でね、<う>なんでミホさんとか和子ちゃんとかいんねんみたいな。全然、<laughs> <日>全然それ同じ日に約束していないのに、ね、同じ空港で会い。 ね、で、時間あるんですかっ、うん、ったらあ、あるって言われて、うん、いや、それやったら今からここに行くから一緒に来てくださいよ、みたいなね。そう,そう,そう,そう <laughs> で、結局、同じ旅をしてるみたいな。<laughs> だから、そういうのもね、うん、結局、全部、ただの偶然って思うか、うん、やっぱり、もう絶対意味あるよねって思うかで、うん、やっぱり、そこで未来は。 変わってくるんですよね。いや、ほんまに激変ですよね。そう。だって、ミロクさんが引っ越しをしてこられて、はい、その初日、うん、初日。初日ですよ、僕はね、<う>共通のお友達が。うん、僕、なんかあんまり人に電話したりしないんですよ。はい,はいはい。でもなんか、ふっと。うん 理由、なんか、理由はわからないんですけど、電話しようと思って。電話したら、電話なんかしてきたことないのに、どうしたみたいな言われて、いや、なんかわからんけど、喋りたくて、みたいな。さんね。そうそうそう。ほんなら、今、近くにいるよって、クラブの近くにいるよって。で、ミノクさんっていう YouTuber の方と今一緒やから、よかった来るみたいに言われてね、いや、行く行く、言うて。で、行って、で、なんか今からお風呂に行くところやったみたいなんでね。 じゃあ僕もお風呂入りますので、5分後に裸の付き合いを。そうそう。五分後に、あの、出会って5分後に、スポンポンで、ここで風呂場で、ああ、どうも。っていうようなきっかけなんですけど、もう明らかにあれ、そう、決まってたとしか思えないっていう。ねはい。そうですね。っていう出会いから始まり、あそこから奇跡がね。ねえ。連発でてます。本当に、あれから1年ちょっとでね、今もう、すごいことになってるね。 あの、サトピーの本のね、出版もあほんまにね、ありがたいね、クラマできてもらってね。ね、おそばしかね。そう。あれ、あのね、そうなんですよ。その、夏、夏。夏ね。夏。夏ね。夏ね。夏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 。 いや、まだこれでもめっちゃにかいい動画にしたいからと思って、でもうずっと上まで行って、ルベのクラマのね、本音のところで2人座って喋ってて、2時間ぐらい喋ゃべって、動画に20分ぐらいにまとめて、で、降りてる、帰りもね、ちょっと撮影しながらあれして、家帰って編集して、大変なね、クラマまで来てもらってね。そうそう、アップして、で、おごってもらったのはそばと、 団子一つ。<laughs> <laughs> もうネタになって、ねネタにな。ネタになって。本人は、うん、磯辺餅も食べてたて。あ、そうそうそう。<laughs> 本人は磯辺餅も食べてた。<laughs> 磯辺餅食べたかったなぁ。<laughs> <laughs> <laughs> これ、ずっとネタになるよね。ねねね <laughs> よかったなと思って、おそばしかごらんで、よかったなと思ってるんですよ、ねはいね。でも、多分ね、僕はその時に直感的に思ったのは、うん、あの山本聡っていう人間は、これとあのこれからの魅力の世界の中で大切なキーマンだから、もっと早くね、うん、世の中に出なきゃいけない、し出さなきゃいけない。はい 僕は直感的に思ったわけだから。いや、もうありがたいですね、ほんまに。ねえ、いろんな人に、宣伝してとか言われてもね、断ってありますもんね。いや、もう断る。もう、あの、1億積まれたって、やりたくないやつ絶対やらない。ほんとにありがたいなと思ってね。いや、でもね、それで、まあ、それでってわけじゃないけど、結局、ね、 あの、今回、YouTube のね、チャンネルとかも自分で始めてて、やっぱりこれからね、あの、Facebook はね、やってるけど、いろんな形の SNS のメディアからの僕らの情報発信っていうのがね、すごく大事になってくると思うんです。で、それっていうのは、やっぱり1億2千万人の全員にね、僕らで届けることはできない。それはできないのをわかってます。でも、まあね、 1>, うん1万人、1万人にもし僕らの本当のメッセージ伝えたいことが届いてくれたら、うん、それは本当にこれから100匹目の猿現象となって、うん、ど,んど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 ん急激に広がってくれる。うん、僕はそうもう確信してるから。はい、うんうん。だから本当に大切なことって、うん、あのーうん、難しいことじゃないって僕はすごく思ってて。うん、うん 何が必要で何が不要かっていうのを自分の中で見極めるだけですよ。そう。で、僕はまずテレビはいらない。新聞もいらないって思ったから、もう捨てました。2年、3年ぐらいになるかな。もうテレビ、新聞一切見ない。自分が知りたい情報はググれば、ヤフーでも何でも見れるから。ですよね。知りたい情報だけ。それだけ見れば十分。何の不十分なんです。むしろ自分にその、ね、 余分なもん全部カットしたから、必要な情報がぶん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 毎日入ってそうですね。そう。それの咲たるものがご縁で、ね。うん、まあ、サトピートもそうだしね。ねえ。いや、だからほんまにあの、ありがとう。なんかあの、配置エンジニアでこれも話されてたすごい残ってるんですけど、最悪って突然、 言われたんですよね。うん、はいはい。そうなんかもう最、最高の場所で、最高の温泉に入って、最高のご飯を食べたときに、うん、ああ、最悪って言われたんですよ。そう。で、なんで最悪っていう言葉が出てきたんやろっていうのを、後で紐解いていったら、<laughs> うんうん、この最高な状態になる前に、最悪を経験しているっていうことなんですよね。そこで、こう見えない世界のこととかっていうことを、に意識が行くようになって、はいはい っていうプロセスを弥クさんも僕も経験しているっていうことをやったんですよね,ね。本当にね、はい、最悪な時期僕はほら10年、うん、10年ちょうどうつで毎日死にたい、うん、本人ね書かせていただきましたけど、うん、もう毎日死にたいしか考えてなかった、うん、まあそれを救ってくれたのはやっぱり子供。うん、で自分の父親があの自殺したっていうのは一生子供は背負わなきゃいけないよってある方に一言言われて、うんうん、あ生きようって。うんうん そこから生きるにベクトルを向けたんですね。もうそれまで死ぬにベクトルを向けてたから、自殺するにベクトルを向けてたから、もう何にもしたくない。何やってもダメだもう生きる覇気がなかったんですよ。僕の場合は。で、サトビーの場合はもうずーっとね、あの、アトピーとかね。そう。薬をね、副作用でね、もう寝たきりで、もう血まみれで、もう布団、もう血まみれ状態で、布団、 こう,こう開けて、風が当たっても痛いから、もうずっと布団をかぶりながら寝、うん、寝たきりっていう状態を結局3年ぐらいかけて。それはもうね、絶望なんですよね。う,ん、う,ねうん。これって一生人に迷惑かけて生きていくしかないって思うわけですね。うん、これが、例えば3年耐えて治るという保証があれば耐えれるんですけど、うんうん、これ一生かもしれないと思ったら、一生これ人に迷惑かけて生きていくってなると、ね、もう死ぬという、 こと考えるんですけど、死ぬ元気もないみたいなね。っていう時に、うん、ああ、これって、その、うなん、何ですかね、もうそこでももう少しこう、助け合いのね、うん、世界であれば、うん、そこまで追い詰められない、うん、って思った時に、うん、あ、やっぱりこう、コミュニティを作っていくっていうことと、自然環境の中で、癒しの空間の村を作りたいっていうことに、うんうんうん で、そ、それ、それには何が必要かっていうことで、今までこう活動してきたんですけど、うん、そういう、まあ、そこを知って、うん、で、こういう世界が必要やっていうふうなプロセスが、多分、ミルクさんと僕も一緒やったんですね。うん、ねはい、うん。時期も一緒だったかも。うん 時期も一緒やったと思うんですよ。寝たきりの時期が一緒やったら、その時なんか喋れたらね、もうちょっと気楽やったかもしれない。二人が自殺してたかもしれない。その時だったら。あかあか、それあか、二で行きますか、言うて、赤あ、それあかその頃に会わなくてよかった。その頃に会わなくてよかったんですね。それを超えて、あ、楽しい世界はこうなんやって思った時に会えてるから、よかったんですよね。だから人の。 縁は必要な時に必ずそのタイミングで会うっていうのはそういうことなんやと思う。ね。うん、だからさ、あのもうそういう最悪な経験してね、結局サトピーにしちゃって、今まずメンタルがもうぐーっと上がってってる。そうなんですね,ね。メンタルイコールは免疫力もぐーっと上がってて、はい、もう楽しいしか選択してないから、もう多分ね、はい、すごくいい状態になってて、これからどん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 いい状態になるだろうし、はい、もう僕ももちろんそうだし、うんで、僕らはもうそこから、要はあの、 ブレーキを踏んだら、もう、またそこに、元の世界に落ちるっていうの分かってるから、一、うん、回ブレーキを踏んだらね。だからもうブレーキを僕はもう二度と踏むつもりもないし、そのブレーキの踏む一番のキーワードっていうのはみんな知らず知らずのうちにブレーキ踏んでて、うん、いや、幸せ。幸せすぎて怖い。<laughs> 私どうなっちゃうのかしら。もうやだ、こんなに幸せって。もう怖いからいいって言った瞬間に落ちます。 拒否したらそうなんですよね。受け取り拒否なんですよね。なります。本当にあの、ブラックマンデーぐらい落ちますから。はい。そうですね。うん。それで落ちたものは、簡単にまあ復活できますかって言ったら、もうそれもやっぱり株価と同じなのか10年ぐらいかかって。やっとほんまそうですよね。やっとですよね。それはもう経験してる。うん。だからもう絶対最初からもう嫌だもん。二度とそうそう。だからなんかこうね、こう落ちる。 のがわ、わかる、わ、どうなったら落ちるかわかってるから、ま常に、もう、楽しい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 って言ってるから、どん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 楽しい言葉使っそうそうそう、っていう。全部選択なんだよね。選択、選択。全部自分の選択で。意識と選択ですよね。そう。それで全部、あの、未来がもう決まってるってのもわかってるし、で、僕らはこのね、うん。っもピンピンピンピ多分飛んでると思うけど、あの、見えない世界の皆様と、一緒だもん。肉体が、肉体っていうのがただあるだけ。 うん。肉体なんて、あと僕なんか30年ちょっと知ったと40年かわかんないけど、うん、だからなくなるでしょそうですね。僕もあと70年ぐらい。うん、長いな。長いな。長いな。つもり、きるつもりや、ね、<laughs> <laughs> でもみんな間違いなくなくなるんですよ。うん、ね。ですね、うん。絶対なくなって、はい、で、彼らと同じになるんですよ。うん、で、僕らが彼らと同じ意識って、魂っていうね、ソウルスピリットとかいろんな言い方ありますけど、で、一緒になった時に、何が、 嬉しいかって言ったらね、もう本当に純粋意識になって分かってるからね。はい、純粋意識だからやっぱり人々の幸せなんですよね。うん、愛なんですよね。うん、愛の世界の中にいる人をやっぱり応援したい、うんうん、サポートしたい、導きたいとかいろいろあるんですね、うん。そう考えればだって一緒なんだけど。 だからさっきの話に戻るけど、電気代1万円超えちゃったからどうしようか。電気代関係ないから。<laughs> うん、そうなんすよね。関係ない。そう。でね、あの、その、最悪って言葉出たのを、やっぱり、ね、8年のあの、8年神社のあそこの本殿でお話しさせていただいたのが、とにかく学校で集まってくれた方々は、みんな最悪の時期を経験されてる。はい。本当に、あの、いろいろお話何人かから聞いてて、本当に、 あの、大変な思いを経験されている方も何人もいらっしゃって、うん、でもね、その最悪な時期はもう過ぎたと、過ぎるよと。で、これはもう確実にそこからはもうぐーっと指数関数的に、良くなることを選択すれば、うんうん なるんですよ。そうですよね。うん、はい。選択しなきゃ待っててもならないんですね。うん、で、僕が思うに24年から今の24年の4月か,か、ら25年にかけての、うん、えっと、僕らのその目覚めたいって思ってる人、目覚め、えー、るって決めてる人、うん、目覚めてる人、うん、ね、うん、この方たちの一番のキーワードはアクションです。うん、うん、はい。 行動すること。ただ思ってても絶対無理。ただ手合わせても絶対無理です。手合わすことは大事だけど、監視することは大事だけど、次に行動すること。会いたい人がいるんだったら会いに行ってみること。まずそういう行動を自分でやって、もう道が多分一気に開けると思うんですよね。で、あの、例えば、とんでもない周波数の違う人に会いに行こうってそうそう思わないでしょ。

お話しできなくても、近くにいるだけで、うん、あの、波動を感じるだけで、うん、その波動にシンクロするんですよね。うん,ねうん。それはめちゃくちゃ大きくて、はい。うん。すぐに、あの、それが事象になって現れる人もいる。うん、うん。だから、あのー、セトビーなんかもともとお役目が多分そういう感じだったんだろうな、クラムハウスでね。そうなんですよね。うん、ねだからそういうお役目ある人たちがみんな一人、それ、うん、それぞれ、 こう自分でこれがいいかなと思って活動してこられた方たちが集まるハブ的な場所になったんだと思うんですよ。うんうん、その経緯をちょっと知らないかな、ねはい、はいはい、でね。クラマハウスで、3000人 ?5000 人いや、僕は2年半クラマハウスに住んでたんですね。うん、その間で4000人弱。お 4, 人 <laughs> だ、多分今、ね、住まいとしては出てからも。うん なんかしょっちゅう今、くらまりとりとやってますから、もう下手した5000人いってるんじゃないですかねっていう感じしますね。最初の頃は、看板もない、ウェブにも出てない、何もない。今も、今もやってたんですけど、ただ本に電話したからね、いろんな人が探してる、探してるんですけど、看板もないし、謎めいてる感じがいいかなと思って。何もないのに、日本中から、 巫女の魂を持った人が、それだけの人数をね、訪ねてきたと。はい。いきなり。もう、クラムハウスの中に100人ぐらい人がいて、誰が誰や分からへんみたいな状態になってた時があって、まあ、ね、すごい場所にあるんですけど、看板も出してないから、住まいなんですけどね、人がね、いっぱい来てる、コロナの真っただ中で。はいはいはい。え。 その方々は、<laughs> うん、クラマに来て、うん、サトピーに会って、はい、会いました。うん、でも、サトピー自身は、まあ、何かあるんだろうなってのは、それはもう分かったでしょ分かってます。何が、自分に何か、すごい、すっげえ能力があって、はい、あの、もしかしたら、あの、<laughs> 新世界を作るのは、自分なんか、<laughs> 自分なんじゃないかな、ぐらいのこと一時思ったかもしれないけど。<laughs> あの、そう、それを使われてる。 っていう感じですよね。はいはい。その、その、そう、そういう、ね、天の板が、糸があって、で、まあ、僕が、それをこう、役割を果たしてるみたいな感じのイメージ。うん。はいはい。じゃなきゃ、それだけ来ないもんね。来ないしね。から次コロナ禍の中でね。ね。だから、いやもう、この現象が何なのかが、もう、謎で仕方がないっていう、最初はね、感じでしたね。それで、その方々が帰って、で、白い羽が落ちてきて。はい。 みんなにで、白い羽が落ちてきたら、もうその方は一気にも道がパーって開けてくるっていう。ん。はい。ね。そういう不思議なことがね。はい。そっから、僕、初めてあの、会った時に、あの、洋介さんに聞いて、じゃあ今からあの、族長が来ますから。族長族長って、どっかのボソンっえ、おいくつの方ですかまた洋介さんから聞くからね。そうそうそう。なかなか、五十50いくつの、 お年いくつぐらいなんですか ?50 いくつ ?55 だか4だか6だかって言ってて、五十で暴走族の族長いや、やばすぎんだろう。<laughs> それはやばすぎんだろうと思ったら、あのー、いや、暴走族じゃなくて、配族長の族長。そう,そ,うそ,うそう。そう 来たい人を巫女の魂持ってる人を「うん、あなたはこうですよこうですよこうですよ」こうですよって言わないんだけど、はい、言わないんだけどその後勝手にも配属されてくる、ね、そう,そう,そうなんですね。そう,そういう役割って言われたんで、うん、考えて何、うん、か考えて言わなあかんのかなって思った時があるんですけど、うん、その「猿田彦」っていうのは聞いた話をこう上げてね。うんうん、でそれを楽天が、 そう、配属するので、僕は、パイプ役みたいなものんですよ。それをなんか必死で考えて言わなあかみたいな思った時があって。あれ、あの、この間、稽子フォレスさんがと会した時に、あの時一緒にいたでしょ。で、あの時に、あの、稽子さんと会った人は終わらせやって言って、大切な何かを終わらせるって言ってて、で、会った人、この人とこの人が会った時に、上で名刺の大交換が始まった。う、あの話がめっちゃ分かりやすかった。あれでしょあんな感じであれなんですよ。あれだよね。あれなんですよ。 で、稽古ホレストさん、何にもあれですよ、あの、ね、対談の、あ、違う、あの、動画回してた時に、僕何にも稽古ホレストさんとその前喋ってないんですよ。喋ってないのに、いきなりい山の話が出て、そう。山の話が出て、で、これからい山に巫女が集まるっていう話をされたじゃないですか。もう、びっくりですよね。ね あの方住まわれてるのはハワイ島ですからね。ハワイ島なんですよ。で、もうこの活動始めたハワイ島がきっかけで。で、ハワイ島に、まあ、いずれね、そういう場を作ろうっていうことが、まあ、最終的に考えてることで。で、動いてきて、で、ね、フォレストさん、ん稽古さんのお話は、ちょっとここ違うところから聞いてたんですけど、あ、あの方がこう言わ、聞いてた人なんやっていうのが一致してきたみはいはいはい。 ねえ、そうそう、あの、暗い山の話に、ね、いろいろすごい奇跡がこう、続いて続いて続いて、で、今、137度線って、やっぱり135度線と137度線の、これからの、あの、世界の文明の中心みたいなね、言われ方はすごくしてて、で、そこに本当に大きく関与されて、で、倉間と暗い山、なんか暗い山、明子さんがおっしゃったのかな暗い山っていうのは、 なんで暗い山っていうか、で、あの、暗いの高い、多分日本ですごく一番か二番ぐらいで暗いの高い山だから暗い山って名付けられてる。その暗い山の方が陰あ、そこがですね、うん、えっと、いろんな説があって、はい、まあ、蔵間はものすごく陰のエネルギーなんですよ。なんですけど、その火の神様がいらっしゃって、うんうん、で、ねと、その山の向こう側が水の、うん え、木船神社はいはい。なるので、そこでバランスをとってるんですよね。でも、全体としてはいいんだと思うんですけど、僕の感覚としては。ただ、薬倉マがようでって言われる人もいるんで、ちょっとわからないんですけど、それぞれの場所で行っそれはまた課題ですね。そうですね。はい。この、じゃあ、の、ちょっと不思議な暗い山のね、お話とか、まだまだたくさん、はい。ね、あると思うんですけど、はい。じゃ続きは、山本聡の、ゆるんぐチャンネル。はい。 お届けさせていただきたいと思いますんで。<laughs> はい。ね、ただ、はい、本当始めたばっかり始めたばっかりもばっかりもね。ばっ,ばっかりもばっかりね。本当にね、<laughs> お手伝いいただいてね、<laughs> はい、始めたとこなんですよ。なるほど。はい。はい、だからね、あの、なんか、なんか知らんけどカメラの前だと、<laughs> うん なんか、かしこまって喋ってて全然、全然らしくないとか言って、まゆみさんにね。はい。違うもん、みたいな。違うもん。って言われますけどね。まあ、慣れてくるでしょ、ちょっとね。早いうちにチャンネル登録した方がお得なんですよ。いや、もうぜひ、はい、お願いします。はい。お得です。白い羽が先に降ってくる。はい。あれかませんよ。ね。そうそうそう。はい。ね。本当にね、最近思うんだけど、あの、自分が、 意識がね、魂がどこにあるかで例えばこう絶対にこうなるんだこうありたいって、うん、思ってる人は多分こういうね今このサトピーとかのこういう話してあなんかこの人に直接会って波動を感じてみたいなとかって思ってても時空間関関係係なないいとと思思うう。んですよね。ねうん、そう本当にもう一瞬でね本当とにひも理論じゃないけど 一瞬ながら距離も何にも関係ない。はい、同じ波動でね、繋がってれば、銀河系だろうが何だろうがもう関係ないですよ。<ー>まして、デバイス同じ国の中にいるんだから、もっと関係ない本当にそう思いますよね。ね。ねうん。そう。だからもっと思ってね、本当に繋がるし、でもその上でこう、あ、なんか、本当にね、僕も大好きなおっさんなんで。すよ。 本当に、あの、な一緒に目指してる世界、完全ガチなんで、本当に未来の子供たちのね、<laughs> はい、そう、未来の子供たちが自分たちが苦しんでたような思いをさせたくない。それはほんまにね、思うんですよね。はい、ねうん本当にそう思うし。そう、しんどい時期をね、うん、いや、もう、経験してほしくないですよね。ね、はい、本当にそう。<laughs> で、あとやっぱり、こういうね、彼ら、皆さんみたいに、魂、純粋意識になった時にね、うんあの、自慢したいもん。 <laughs> 本当にだってそれ自分が幸せだから自分が幸せだったらまたオキシトシンが出るでしょう純粋意識の中でみんなに、ね、もう幸せでしかない世界でねそ<う>なったらね<う>いやみんな幸せやからそうみんな幸せ <laughs> 楽しょだからこう上で見ててさ、はい、もう全部ほら今見られてるわけでしょ、はい、みんな見られてるわけですよでおおこれ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 あのこれこれ、うん 僕らが作った世界で。なあ、なあ、なあ、そ言いたいじゃん。めっちゃ言いたい <laughs> めっちゃ言いたいし、痛<う>いっすね。そう。だってそっちの方が長いんだもん。そっちの方が何万年だよ。たかだか今のこの肉体持ってる世界って、うん、やっぱり30年、40年ぐらいでしょ。うん。かんでんですよ。うん。だからもう。あんまり面白くて、ね、このね、文明が始まる時なんですよね。はいうん、だそれ、ね、この前はいい話聞いたんですけど、 時代が変わるんでもない、歴史が変わるんでもない、うんうん、文明が変わる。だからもう新しい、まるっきり今までの常識が通用しない文明が今始まる転換期にいるので、うんはい、その幸せなこのこれからまだずっと続くのを、うん、うんうん これ最初きっかけめっちゃ動いてて、いうのを見れたらね。はいはい。幸せでした。それはもう最高。そうそう。それのきっかけを僕らがね、一個でも二個でも立った。そうそう。ちょっとでもね、関わってたら、でもこれ、俺やね俺やねん。そうそう。言う。めっちゃ言う。め間違いなく言うてる。あれ5万年ぐらい続く。そうそうそう。何万年続くんでしたっけ、一つの文明ね。その間中言うてると思う。そう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 。さっきのあの、あの、おそばしか覆ってもらってないぐらいの勢いで言い続ける。そうそうそう。 <laughs> ね。それが楽しみでしょうがないです、ね。そうね。はい、そう。でも多分ね、そこに気づいた人って、はい、あの、多いんじゃないかな。だってほら、電気とか使えるようになって、はい、あの、いろんな、まあ、自転車とか車とか、はい、あれして、たかだか200年ぐらいですよ。僕らの歴史って。 200年の中でもう軍事絡みに支配されて試合行動とできてるわけでしょ、うん、それが全てじゃないもん。だって言ったってたかたか200年ぐらいだから。そうでしょ。だって650万年前に降り立った仲間が今集結してるとか言うてんのに、うん、この中の中か,なんか,なんか200年、まあ、こ,このぐらいのことでなんか、うん、このぐらいの中のこのぐらいのことでちょっとこう悩んでるみたいな、ね。そう。ね,ね<ー>だから多分スケール感もみんな、うんうん 宇宙と繋がるから、もう元々繋がってるんだけど、あの意識が、ベクトルが宇宙の方に行くから、やっぱりもっといろんな面で時間とか、そういうのもパイがどん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 大きくなるんだなって思います。で、あのやっぱりこれから始まるね、あの新しい世界、確実に始まると思います。僕はそう思ってます。なんでね、じゃあちょっとあの続編の方は、えっとまたあの山本聡ユーティングチャンネルでご覧ください。 あのぜひチャンネル登録早めにしとくとあなたのもとに白い羽が舞い降りますホワイトラン <laughs> では続編を <laughs> はい,あり,いありがとうございますありがとうございます